悪い連絡かもしれないし、まあこれを見ている人がどう捉えるかわからないけれど、とりあえず先輩方にも報告しておこうかなということで収録をしている。先日我々は新コロナウイルスのワクチンを入手して、それでまあ空中散布を試みようと思っていたけれども、アンドレス人である謎のロシア人が現れ、そのワクチンをまあわかりやすく言えば使うなということを忠告された。ここまでは先輩方にも連絡していたはずだ。それで私どもは迷いに迷って途方に暮れていた。だからもうしっかりとした理由を聞きに行こうということで、私はアンダレス星人に接触を試みようとしたということだな。それで一人で接触しに行こうかなと思ったんだけれども、ロイドがしつこく私についてくるから、おそらくなんだが、あまり大声には言えないんだが、謎のロシア人に恋をしたのかな。まあいいや、それはそれで、まあ、また別の機会に話そう。一緒にそのロイドと一緒にアンダレス人に接触を試みて、ようやくなぜワクチンを使用することができないのかという本当の意味が分かったということだから、しっかり聞いていてくれ。先日私はアンダレス人との接触に成功をした。そして本当の意味というのを知ることができた。これは銀河系会議で決定したことであり、私どもの力ではどうすることもできないということも分かったということだ。要するに、まあ地球を含む銀河系、アムナウラ銀河内の会議で決定されたことであり、そして今回の中華系時空テロリストの正体というのは、実のところ5次元の、まあ、時空テロリストの上層部の使いというのが操られた者たち、それが中華系時空テロリストであり、人為的に、まあ、地球内で作成されたウイルス、それがコロナウイルスであり、そのウイルスというのは我々地球のために広まったと言っても過言ではないということが判明してしまった。非常に残念ではあるが、これが真実だということだな。一体なぜなんだと思うかもわからないが、一言で言えばリセットと言っておこう。しかし先輩方の中にはそのリセットを違う解釈をしている者がいると思うんだが、人口削減のためのリセットではないということは言っておこう。一体何のためのリセットだと思うかもわからない。それは一旦止めるためのリセットといえばわかるかな。あとは先輩方の人それぞれの解釈に任せるとする。さまざまなリセットがあるから、先輩方よく考えて自分自身で答えを導いてみてくれ。そしたら必然的に分かるのではないかなということだ。そしてこれはそのリセットが完了するまで続いてしまうということだから、いくら私どもがワクチンを撒いたとしても全く歯が立たないということも判明してしまった。しかしこれで分かったことというのは他にもあって、地球というのはかなり注目を浴びているということは
理解できた。そして心配されているということも理解できたということ。少し暴走気味ではあったから、私個人としてはまあ納得の結果かもしれないなということは先輩方に言っておこうかな。とりあえず今日はこの辺で終わるとする。もう一度確認のために言うんだが、この騒動はリセットが行われるまで続くとだけ言っておこう。我々がどうあがいても無理なことだけは理解できた。しかしまさか銀河系会議で決定されたことだとは思いもよらなかったな。